こんにちは、ガーラハンターです。ゴールデンウィークにキャンプに行ってきました。ワッツまで結構雨降ってましたよ。キャンプ場に到着すると雨降ってなくてよかった。管理棟周りの風景。ゴミ捨て場の向こうにリアカー置き場があります。炊事場も綺麗ですね。林間というか谷筋というか、キャンプ場というより森林公園の中といった佇まいです。鳥がたくさん鳴いているのですが、スマホのマイクでは拾えませんでした。キャンプ場の横に健康の森という遊具がたくさんあるゾーンもありますよ。子供の暇つぶしには最適ですね。ファミリー向けのおすすめキャンプ場だと思います。今回は夜から雨確実だったので、バンガローを借りました。雨が降る前にちゃちゃっとご飯を食べます。オカディさんの黒川鉄板には毎度お世話になっております。お肉が美味しく焼けるんですよね。ステーキの後はラム肉。あれよあれよと夜になりました。夜になってすっかり雨降ってきてしまいました。冷えてきたらトイレに行きたくなったので、トイレ撮影タイムですよ。トイレは何箇所かあるのですが、管理棟横以外は和式トイレですので、うちの子供たちは管理棟まで行っていました。ガチャリ。おお、中も綺麗ですね。雨が止まないのでずっとバンガロー内で遊んでましたが、翌日はすっかり晴れました。鳥がいっぱい鳴いているのですがマイク、音拾ってねー。帰りがけに道の駅 D51 に寄ってみました。蒸気機関車が展示されていたり、鉄道好きな方には良いかもしれませんねー。シュッシュッポッポー。ミニ SL もありました。実際に石炭を入れて蒸気で動いていました。今回はアビラ町の時はキャンプ場に行ってきました。家族連れにおすすめですのでぜひ行ってみてください。それではさようなら。よく使っている音楽一覧です。